トランプゲームの源流の一章ずつ読んでるんですが、第3章流れをたどるというところです。で、流れをたどるっていうのはですね、結局あの31というゲームの歴史を追ってるんですね。ここでやったゲームですね。実はこの間ね、あのレトロゲーム会でスイムやったんですけど、うん、スイムってやったでしょ、覚えてるんですけど、あれね、31そのもの、そのものですよ、完全にそのものですよ、完全にそのもの。だからここまで流れてきたかな。しかもスイムって題名がね、まあ、そういう発想がどっかにあるのかな。でそのドイツだと守備面っていうみたいなのを確か書いて、このように書いてありましたっけ、守備面って。いや、どうかな、ゲームファームかもしれない、書いてあったんですけど、これにはなかったと思うけど、ね、アプリだと守備面って書いてあったね。ドイツ語だから、はい、ドイツ語で泳ぐだから、まあ、だからかなりそういうその、この本でも書いてある通り歴史の非常に長いゲームでっていう。で、要するに、まあ、16世紀にはあの遊ばれていたというフルッソっていうゲームについて書いてあって、フルッソっていうのは流れるっていう言葉が、元なので、なんで流れをたどるっていう題をつけてるわけですね。なるほど、そういう意味です。で、そのフレッソっていう題はですね、あの ゲームが、まあ、後まで読んでいくとですね、フラッシュ、つまりあのポーカーの役の元になってる。だから私は長年フラッシュっていうのは先行っていうの、はい、フラッシュをたくのフラッシュと思ったんだけど、はいはい、そうじゃなくて流れなのかな、うん、ちょっと思いましたけど、流されちゃうっていう、まあ続きがそうですよね、あの光るフラッシュじゃなくて FLU だったね。ああ、流れもなんだね、初めて知りました。で、冒頭に出てくるのがなかなか面白い、話題でですね、あの要するにあのカルダーノが出てくるんですね。ジェラノモ・カルダーノっていうのは、私はあの、まあ、確率の方は、少し勉強したので、あの有名なあの確率論の発生がそのなんだっけ、あれとフェルマーとパスカルの交換書簡、パスカルとパスカルが ある賭博士に賭博を途中でやめなきゃいけないんだったけど、今2勝1敗で3勝したら勝ちなんだけど、お金はどう分けたらいいかって相談を受けた時に即答できなかったので、フェルマーとこういう相談を受けたんだろうけどどうだねっていうような話で往復所管してるうちに、まあ結果としてはね、あり得る全て の結果についてこう配分すればいいんだっていう、まあ確率論の基礎みたいなのが埋めてたっていうところが、あのよく逸話として聞くんだけど、その質問の方をした人物が誰かっていうことが確かに書いてなかった。でもこれを読んで、あ、質問したカルダーノっていうのは、まあ、あのゲームの世界では大物なので、へえと思いました。あの一つ思ったのは、あの、まあ、確率論から見る側から見るとね、パスカルやフェルマーが出てくるんだけど、カルダーノってルネサンス人のカルダーノ、そうだよ、あの先生術師の、そうそう、はい、医者でもあった、はいはい、あ、本当だ、ジローラもカルダーノ、カルダーノで、それが質問したの。うん、だからそれ知らなかったんで、専門家でも知らないでますよ。あの毎回言ってるけど、ゲームってあの違う切り口でね、うん、あの歴史だとか社会現象を切り取るところがあるので、これもその一例として面白いなと思いました。だから確率論の創始者とみなされるパスカルだけど、彼に質問したメレ、メレって本名がそっちですけども、の名はあまり知られていない。でも私は思ったのは、良い質問というのは良い回答より価値が高いんじゃないかというふうにここのところで思いました。で、実はですね、あのフルッソっていうのはガルガンチュアの例のリストですね。ガルガンチュアのリストっていうのは16世紀の前半ですけどの、リストが、ちょっと今日持ってきてないけど、あの20か30ぐらいリストなんだけど、一番最初にねフルッソって出てくるんですよ、確かに。で、そういう非常にこうなんとか代表的なゲームなんだけれども、まあ、どういうゲームかっていうと、カードを交換していって31点に近づけるっていう、皆さんが子供のことをやったかもしれない51というゲームの、プロトタイプっていう感じですね。だからあの、我々がパッと分かるゲームだとクニチアのゼロ、はい、クニチアのゼロは全くそういう仕組み で、ね、でもあれはクニチアらしくね、あの色と数字を調節してぴったりあのかっきりこうゼロになる時の組み合わせができるというのはなかなか美しいんだけど、原理としては、このフルッソそのものだと。だからフルッソっていうゲームが
非常にね16世紀から今まで渡る非常に長い歴史を生き抜いてきた非常に息の長いゲームであるということと、もう一つやっぱりこの間あの、スイムやって思ったんだけど、ルールがほとんど変わってない、ね、変わってないですね。それがすごいなと思った。まあちゃんと面白いですからね。まあじゃあ普通に面白いよねっていうところが非常にあの特徴だと思います。で、いろんなあの、クロミアさんらしくですね、いろんな国のいろんなデータからそのフルストの流れっていうんですかね、末裔っていうんですか、発展系っていうんですか、バリエーションですかっていうのをこう追跡しています。でまずフルースシュピールってこれはあの北ドイツで1856年だからもう19世紀だからだいぶ後なんですけども、3人で32枚でやるゲームで、51や31や0などと同じで、出たゲームと出たか場に出ているカードと手札を変えて次の人の手を変えて人の次の番でぐるぐるやっていってストップをかけるみたいなね、あの非常にあの、原則的なゲームです。ただし契約があると、これはあのあれにも、スイムにもあったよね、あのありますね、30.5 みたいな、ね、ああいうのに近いんだけれども、スリーカードとか、ストレートフラッシュ、それから、まず一番強いのがスリーカードで、その次がストレートフラッシュで、それからあのどちらでもない場合はあの3枚のカードの、中の同じ数との点を全部足したその点の多い人っていうそのスイムと同じ原理ですけどがそのまま生きているということです。でこの中の、フルストフルース3枚 のストレートフラッシュから、後のポーカーのフラッシュへ発展したんじゃないかってことです。から今度は20世紀になっちゃいますけどフリュース連っていうのが、20世紀1978年だからあの割と近いんですけども、今度は20枚でやるんですけども、これはですね、なんとプレイがないんですね。配られただけで決まってしまうっていうゲームだから、ある種退化してると思うんですけども、まあ同数との合計点数の合計っていうゲームが出てきます。それから、3番目はベルフリュートランタン、まあ、フリューが流れだと思うんですけど、学術の館っていうのの中に出てくる、17世紀のゲームですけど、これはポッホに似た複合ゲームで、途中に出てくる3枚フラッシュ役があって、それから、トランタンベルフリュートランタンっていうののトランタンというのは31ですから、まあ、31っていうゲームの、流れですね。それから4番目に挙げられているのは16世紀の前半の、フルッソで、これはあの追加型プレーって今までのは交換してたんだけども、カードをあの取り替えていく、そういう追加型のプレーと。でこれを多分クロミアさんはあのポーカーのドローポーカーのねチェンジの原型みたいに捉えてるんじゃないかと、まあ、はっきりそこまで書いてないけど、あの、まあ、ゲームのプレーとしてはヒントになったんじゃないかという具合に考えてるんだと思います。それから31が の説明が142ページもあります。で、31というゲームがですね、実はそのさっき言った16世紀のガルガンチュアのリストにも出てくるんですよね。でそれをどう解釈するかというのは非常に微妙なんですけども、まあ多分バリエーションじゃないかという場合に、プレーの終わり方のバリエーションで片っぽが31で片っぽがフルストあるいはフルストっていうゲームのあるなんていうんですかね、あの終わり方を変えたやつが31っていうんじゃないかっていうことなんだけども、まあ詳しくはよくわからない、詳しくは元の本にもあの資料にもないのでよくわかりません。で、その次は、1&30 っていうのは、ブラックジャックです。でブラックジャックですから、カードを継ぎ足すやり方ですね。で、まあ、要するに、ブラックジャックというのは、カードをヒットするかステイするかして21を超えないで21につける近づけるゲームですけど、この 1&30 というのは31を目標にした同様なゲームです。ボーエースというその複合ゲームも出ていますけども、まあ、同行一局のゲームですね。それから7番目に挙がっているのは今度はスペインの例で、これは16世紀ですが、トリドゥヌースっていうゲームで、これは交換しないタイプです。それから、コメルス
コメルスは今度はですねカードを買うフルストです。で要するにここでいろんなところでいろんな流れが出てるんですけども、ゲームのパターンとしてはですね、同じスートの合計数を多くして31に近づけるっていうケースのゲームと、それから途中で3カードや、3フラッシュストレートみたいなのができたときに、それが高い強い役になるっていう系統と、いろんなバリエーションが複合して、まあ何百年だ400年間いろいろ遊ばれてるけれども、原則としては非常に元の形が保存されていること、保存されているということが分かります。で結局ですね、黒宮さんが推察しているのはこのフロストというゲームはですね、手役があるので、その手役から発想を得てポーカーの原型になったんじゃないか、それからカードを追加するルールですね、7番なんかが、7番じゃないか、6番なんかがそうですけども、からブラックジャックの、ゲームメカニクスに近い、それから足し算をしていく形 のところがありますので、それはクリベッジの、ゲームに近い。だからはっきりその因果関係が分かるわけではないんだけれども、そういう側にいろいろなゲームの源流になってるんではないかというふうなのが、この書の結論です。それで、まあ、源流の流に流れアンダーラムを引いたのは、つまりフルストは流れと言いながらということですね。まあこの何ですか、トランプゲームの源流もね、そういうようなところがあるので、フルスってドイツ語では川ですよね。川では流れみたいな、そういうカッコ4のフルストっていうのは追加型プレーなんですか。追加型プレー、追加型っていうのは山から1枚1枚引いていくってことですね。ちょっと私も忘れ読んで時はあれなんだけど、多分そうです。ちょっと待ってね、それとは確かめよう。交換と追加がある、138、ああバトンの交換もあるんですね。あります。もともとはバトンの交換、もともとはバトンの交換、ですね、このゲームは手役としてメダルで弱いものであるでしょう。それでプレイはですね、山札から引く、山札から1枚手札に加えて不要な1枚を表向きに捨てると。あ、捨てはするんだ、はい、じゃあやっぱこれは交換型では、そうだね、うん、追加といってもそうだね、追加のやつはワンサーティーはもちろん追加なんですけど、フルッソのこの4番のはなんかそうだったような気がしますね。確かにちょっと覚えてないな。 あそうだね、パスをしたから人から逆と桂回りに自分の手札に対する掛け金をベットしていくってところがあるので、そこがちょっとブラックジャックっぽいですね。いやポーカーっぽいですね。あ、ポーカーっぽいね。ポーカーに寄ってる感じでしょうね、うん、この中で言うと、うん、そうですね。それで手役が効いてくるのでポーカーっぽいですね、これはね。バトンの交換というのは誰かが場に出したのを拾う。そうです、まあ、この31スイムですよ、完全に。ああ、そこも完全に、うん、完全にそうです。31、フルストの31と、まあ、スイムというか、まあ、今の31はほとんど一緒で、一緒だね。まあ、いや、負けの人がチップをとかそういう細かいところは違うんですけど、でもその程度しか違わないんですよ。じゃあその一章であったこれは何のために人はこんなことをやってるのかみたいなゲームと比べると、この見てください、この白星のごとき名作たちですよ。これは17世紀の、ね、ゲームが未だに残ってるっていうのはカードゲームで他にほぼないんじゃないですか、うん、そうね、うん、すごく息の長いゲームで、その割には広く知られてるゲームとも言えないような感じが、まあ確かに、うん、とはまでは言えないですよね、うん、名前は知らないです、まあ、でもね、子供の方トランプの方なんか出てきたりするんだよね、うん、サーティマンとか、31、41、51、うん、ガルガンチュアとパンタグルエルで出てくるっていうのはどこに出てくるんでしたっけ。ガルガンチュアってなんだっけ、ラブレーです、ラブレーのね、いわゆる五感本なの。ああ、それ書いてあったな、何巻から登場するっていうのが最初から。昔渡辺和夫役の方で読んだけど、うん、全然覚えてない。出てきた今の役のは全然いいんですけど、ちくまのやつの方が全然もうこう古いアナログとデジタルのテレビぐらい違う。アナログテレビいいじゃないですか。だからアナログテレビいい人は渡辺和夫。いや本当そういう、本当そうなんですよ。例えもぴったり。だからいや、ラブレって今の現代人とだいぶ考え違うから。うん、この今度ポーカー出てますか。ポーカーは出てます。ポーカーは出てるけど、ポーカーはない。ポーカーはあったかな。
基本ランツクネヒトがいろいろ伝播してるってことはよく分かりましたね。あの川田さんのほらなんかファローについて、僕はないね、ファローのウィキペディアを見たのが非常に充実してて、ファローって相当長生きしたんだね、あれ。あそこまで遊ばれてたんだって。え、で そこまで行ったんだ。そこまで行って、でポーカーに、ポーカーとか結局バカラとかに押されてなくなっちゃうんだけど、うん、ベガスができた30年代にはちゃんとファローのテーブルっていうのがあったの、はい、ファローの話今していいんですか。いや、あんまりよくない、はい、いや、石ならいっぱいするけど、ポーカーに流されるのは分かるけど、バカルトだったらどっこいじゃないのみたいな感じ。まあ、それはあります。まあね、まあ、ルーレットだからね、だよね、まあ、ルーレットには負けちゃうかな。まあ、ファローはあのマリー・アントラットも非常に好きだったということで、うん、ファローってでも今でも面白そうですけどね。面白いかな、ここでやりましたが、まあ、ポーカーの面白い。いや、まあ、じゃあポーカーとルーレットはどっちが面白いかって質問に近いです。ルーレット面白い。そしたらやっぱファローやろ。ポーカー正直ね、あんま好きなゲームってなって面白みの分かんないんですよね、ポーカー。だからギャンブルゲームとかっていうのはこう原始的な方が受けるとこあるじゃないですか。もちろんもちろん。そういうね。もちろん。だから全然、だからもう前回やったゲームなんかめちゃくちゃに簡単ですよ。だって2枚カード引いて大きい方が勝ちみたいな、うん、どこが面白いんだっていや、それは金がかかるんですよ。もちろんですよ、もちろんもちろん。だけど黒宮さんはあの文献にあるそういうのを忠実にやるから、うん、もうどうでもいいようなね。当時の連中もさ、草間さんにどうでもいいって言われたら、いやいや、当時の連中はあのその場で決めたみたいなルールをやってもあのちゃんと書かないじゃないですか。だから当時の人が書き残したものを一生懸命忠実に読もうとすると、なんていうのかな、経験っていうのは難しいですよね。牛刀を持ってあの、分かりますよ、鶏をやっつけるみたいな、空気史学の限界、あの巨大な斧で持ってね、あの、まあ、片隅の首を落とすみたいな、そういう文章なんですよ。全部そうだから本当に。いや、だからあの、うん、なんか文献的な追求は推理小説みたいで面白いんだけど、ゲームとしてやってみるとなんじゃこれはってゲームですよ。バクチですか。いや、でもバクチならバクチでもっと勝負早い方がいいわけですよ。まあ、ファルの話だから。どうなんだ。現代人としては。まあ現代人はそうですけど。で、彼らはなんかその、うん、バクチに儀式を何か見出してたのかみたいな感じですよね。やっぱりそんな感じはありますよね。あれ儀式だと思う。だからつくづく思うのが、まあ、だから工業的な部分っていうのとこうそれのメカニクスって違うんだなって話。まあそれはそうだよね、うん、だって別にラスベガスだってそのショーをやったりね、はい、あのほらあのコップっていうんですか、あの来た人にタダでね、飯食わしたりして、うん、でまあいっぱいかけてもらうんでしょ、はい、だけどまあ、言ってる人はそのゲームを楽しむというよりその雰囲気というかその場を楽しんでるところがあるわけだから、まあそれはそれでいいじゃないですか。あのプルシキンのスペードの女王に関して言うとよくわからないところはまずたくさんあって、多分今流通している稲波文庫のこのスペードの女王って実はこれは戦前の役なんですね。でドストエフスキー、あの香西清志って人は作家でもあって全集とか出てる人なんですけど、これ30代ぐらい若い時に訳したやつで、まあ80ページぐらいなんですけど、だからドストエフスキーがドストイエフスキーって訳されてる時代時代だ。でカードがなんとカルタって訳されてるんです。ああ時代だ、ね、はい、まあ、間違ってはいない、ただ間違ってはいないと思います。トランプがカルタって訳されていて、だから間違ってないから流通してるわけですよ今でも。流通というかまあプーシキンの支援者として、それ読んでどういうゲームか分かんないよね。だからこれは僕大学生学部の時に富山図書館で読んだ記憶があるんですけど全然覚えてなかった、うん、今で草場さんのゲーム探検隊の記述を見ると賭けの倍率とか全部書いてある、うん、ゲーム探検隊の付録のところに、うん、でも原作見ると出てこない。あれ外縁から倍率推理できるゲームなのかなとか思ったか、いろいろ。いやだから分子金がやってたルールと同じかどうか分かんないですよ。でもスペードの女王に出てくる話だこうだって書いてあるから。ああそう、映画の話かな、うん、いろいろ考えちゃう。リライトかな、ちょっともう一回やってみて、もう私自身が忘れちゃったから私もほぼ忘れた。そう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 、だからいっぱいあるの。オペラにもなってるし、うん、ああそうそうオペラになってる、ね、映画にも日本でもあるし、うん、あのまあ古典ですからねそれはいいんですが、
まあ、映画なんかになると、あの観客に分かりやすいように変えたりするからね、うん、まあ、これはどういう話かっていうと、まあ、ナポレオン戦争時代の野心ある公平って下級の、ね、人が成り上がろうとして、あの普段はケチなんだけど賭けに出ると、必勝パターンは悪魔から教わった人がいると言ってそれを聞き出すんですね、女をたぶらかして。するとその、 あの女をたぶらかして祖母から聞き出すんだけど、祖母があの脅されてショックで死んじゃうんです。で祖母が幽霊として現れて、必勝パターンを731だと順番出せばいい、勝てるっていう風に出すんだけど、こう緊張のあまり731じゃなくて出したのがスペードの女王で、あ、クイーンで、そのスペードのクイーンがその老婆の顔をしていて、それを見て発狂するって話なんだけど、その1を出し731で代わりにクイーンを出したっていうシチュエーションがわざとなのかやらされたのか、そもそもそこら辺が曖昧になってくる。そのゲームは何のゲームでしょう。ファロなんだけど、あのかけるのを自分の手札だから選んで、俺これにかけますって言うわけですよ、ね、で、じゃあ次エースにかけるぜって、エースやったらなんかクイーンだった、そういう話です、うん、だからよくわからない。その後に731とかけるのがこの小説だったら流行ったって、いや負けてんだよこれ。73クイーンで負けてるから731流行ったって、だから73クイーンにかけれるし、 これ読んで731にかけれるやつ負けてるぐらい謎が多いんだ、うんうん、いやちょっともう一回読んでみて、私もあのもう一回はるかあれを書いたよりもさらに昔に読んだわけだから、そうそう、だから倍率もね書いてあって、あれ倍率も出てこない。